どうも、リズムタカです。イエス、イエス。はい、今日の企画はですね、誰が一番飛ぶの？フィーディングオー！お前だけじゃノリノリなの。お前らやる気なかったよ、もう。朝一ですから。朝一番にやる企画ですか？朝一番で、軽くアップしただけ。多分一人首いくで。ヘディング俺ね、本当よくないんや。俺マジ中学校の時に、ほんまにゴールキックヘディングしたんだけど、俺ノーシートになって運ばれてる。弱すぎやろ、お前。俺至近距離でバリヘディングしちゃったで。お前人生でヘディングシュート決めたことある？いや、あるよ。お前、俺オーストラリアで勝ち込んだんだけど。映像見せた。お前オーストラリアでお前もう飛ばんでもお前。俺、概要欄に俺がヘディングシュート貼ってくるんだ。お前、あんな勝手にあんな、お前。はい、ということでね、今回ヘディング王ということで、はい、まあ、要は誰が一番ヘディングを飛ばせるかっていう、はいはいはい、もうシンプルな企画なんやけど、スライディングみたいにもう距離を出すだけ。あ、もう距離を出すだけ。リゼリーグじゃなくてよかった。これリゼリーグではないで、今回ゴールキックを一人が蹴って、それをヘディングで飛ばします。はい、でそれのメートルを測ります。あ、その当たった位置とラッカーのランバーした位置、ラッカーのメートルを測ります。でも面白いよ、ね、だだからハーフラインからとか、そのヘディングする位置は別に決まってない。メジャーのスタートが、だからまあシンプルにロングキックを蹴って、ね、それに向かってやるとヘディングをするだけ。そしたらもう全員公平に距離を測れる。なるほど。で直線距離やから、まっすぐ飛ばんでもちょっと斜めにずれたとしても、その踏み切りか落下線と、その踏み切りか落下線で測るから OK ですか。ちなみに3本あります。3本ありますか。チャレンジは必要です。それではいきましょう。なんでやん、2番今、俺やな。うわー、怖い、マジで。ほんまにヘディングしたくない。ガチで打った、ガチで打った。ちょっとちょっと、ガチ、そっちの心配して、そっちの心配して、マジで。ガチで背中打った、今。なんで一人でセットそうなる。お前今足払われたみたいになってたって。一人でセットみたいになってたわ。おいおい、いた、もう心配しろよ。お前なんか後ろで誰かにぶつかるみたいな滑り方だ。はい、記録マジで痛い。 17m20。 結構飛んどるわ。でも17m20。 OKOK。 やって、ガチで負傷した。ガチでケツ強打した。やばい、マジ。うわ、右ケツやったわ。途中危険あるわこれ。うわ、痛い。上上、じゃあ俺助走つけろ。じゃあここら辺に落として。手前、超手前。不能やろ今の。やばい。めっちゃいっとるやん。え？50m ぐらいいってんだ。全然いってん。26m30。なんか26m30ってまあまあな記録だと思うわ。じゃあ、誰？ジュニア！今だよ。ちょっと思った弾道と違ったな。
俺はもっとこう行きたかった、こう行って思った。なんか言ってるわ。22m。 現在2位です。やばいって。いやー、じゃあ1回蹴って、いいボールだ。あー、いいボールですね。痛い痛い痛い、ダメ。もうちょっと上に行こう。もうちょっと優しいボール。痛い痛い、ダメはやばい。もうちょっと優しいボール。黄色ぐらい、ちょうど黄色ぐらいだった。一瞬ブラックアウトした今。ガチで。0.02秒ぐらい。ほんまヘディングよくないよ。まあまあまあいいんじゃない。もうここやろ。あと足踏んでろ。82m80。22m80。一緒やんけお前。ということは俺 C 勝ったな。80センチ買ってる。60センチ。あれ80センチ。80センチやな。よっしゃ。4本目。結構いったんだよ。痛そう言われた。まあまあ飛んだ方ちゃう。24m70。 わーし、最高なんぼ。飛ばしてた気がする。飛ばせる自信ある。誰首きてる。首のコンディション次第であと 5m は伸びる。いや、多分一番飛べリング。まあ確かに、さっきのでいいよ。ヘディングするときに声出して、なんていうの、はい、わりゃー。止まる止まる止まる。飛んだろ今。24m60。 やらないな、やめよう。死の危険性がある。うん、ちょっと強い。どこが強いんやお前。あれで、ね、どこが強いんや。ボールキック返せんて。めっちゃ優しかったで。強い。あー痛い。やっけよ。いや、もうちょっと上。何やこれお前。こういうボール、ほら弱いじゃん。そうよ、ほら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 。キックがダメなんだよ。まあでもゴールキックだからね。上上上上上。指がテク、ナイスボール。やるや。いやー。今ね、やっぱデコに当たったら痛くないわ。やっぱヘディングビビったらダメだ。やっぱデコだったら痛くないわ、あんまり。これもう記録いるか。おい、おい、 17m50。 17m50 一番ダメな記録じゃねえか、今日で。ラスト、ちょっと 30m 行こう。 OK。いや、V 飛んだんじゃん今。いや全然飛んでへんわ。飛んだように見えるけど全然飛んでへんわ。 26m30。 あー、おー最高、最高じゃない多分。引っ張れ。分かった。ウィナーズのディフェンダーが前に。ウィナーズのディフェンダーお前30飛ばんな、お前考えできへんなし。だってお前先輩おらんだろ。本気出すわ。おぉ、ちょっと過ぎてるわ。しっかり。
数十センチ。結構出たやろ。これ行ったやろ。結構行ったね。いやこれはこれは行ったな。三十行ったろ。行ってる行ってる。もう三十二三行ってんじゃん。スローインだでも。相手棒やから。32m65です。お前の倍以上飛んどるわ。倍や倍約。ただ相手数多いんです。やっぱ青森山田戦コメント欄では MVP の 6-0 で負けたけど。コメント欄では。おい、お前6点取られたって俺の MVP ってやばい。6点取られた。6失点やぞ。6失点してるディフェンダーが一番いいみたいになったんや。しかも なんなら俺失点結構絡んどる。何失点か。俺が絡んだの。俺が直接的に絡んだのは PK だけじゃけど。絡んだのとかやめようよ。はい、ってことで、記録はシゲの32m65cm。 いやすごいよ。結構すごいと思うよ俺。まあまあ飛ばすね。いやー、だってもう見たらわかるもん、ケイオとの違い。で試合でゴールキックあれやったらもうディフェンダーの裏抜けて、今度から 30m 計算しといて。分かった、測っとこう。 30m ぐらいの距離で。もお前右に飛んでくれば、で俺右にやればいいってこと。で、まあ、競り負けるかもしれない。負けんな、負けんな。だってお前1本目の方が多分誰かと競ってたやろ。俺いやもう普通におったらできる。後ろから行かれたもん。ジャンプした後に後ろからバーンとやられたみたいに。敵おったやろ。こうなってた、体がこう空中でこうなってた。あれマジよく、じゃああれで多分あれだよ、ったのこれ飛ぶじゃん、でボール来るじゃん、そのボールの反応がこう負けた。そうだから、ピーカーの体がこう弱負けた。だから違う、こう行くやない。トラップでさ、こうやって吸収するじゃん、あれと同じ原理でこうこう弱お前、背中から落ちてドスって誰かと競ってると思うだろ。マジ痛かったね。音やばかった。ウィナーズでもヘディングに注目して、注目してください。はい、注目してみてください。それではまた次の動画で、See ya。ヘディングほんまに良くないですからね。ブラックアウトしたりする。ブラックアウトするんで、最近子供でもやっちゃいけないっていうルールがあるんで、出てきた瞬間にお前あれつけろや、なんかクーパーのヘッドギア。ヘッドギアあれ時はつけない、買っといて。なんでなんでやろお前。あれつけてるお前大人おらへん。あれつけてやっていいんか普通に。チェフはさだって